こんにちは。ミニマリストユニオンとトイプードルのジャスミンです。本日はですね、私の家計簿公開ということで、私はですね、資産が今で4000万円ほど貯まってるんですけど、その秘訣としては家計簿をつけてるっていうところがあるんですよね。で、2016年から家計簿をつけ始めていて、今2022年になりました。毎月ですね、私の家計簿を公開しています。今月は2022年7月の家計簿を公開していきます。2017年との比較をやっていきますので、どんな風にですね、家計改善できるようになったのかっていうのもわかるかと思います。なかなかね、家計簿が続けられないとか、まだ始めてないよって方もいらっしゃると思いますので、この動画毎月出しておりますので、これ見ながらですね、一緒に家計簿つけるのを頑張っていただければと思います。このチャンネルではミニマリストで節約が趣味の私が、皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして見ていただければ嬉しいです。またいつもコメントをくださる皆様、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。皆さんも家計簿をつけ始めて節約ができるようになったよとか、家計簿続けられてるよとか、私はこんなアプリでやってますよっていうのがあればですね、ぜひコメント欄で教えてください。また、この度私、本を出版させていただくことになりました。ミニマリストユミニャン、お金の作り方という本を出版させていただきます。この本はですね、過去私がどうしてお金が欲しいなっていうふうに思ってきたのか、その過程であったりとか、皆さんが一番気になっている投資の内容ですよね。これをわかりやすくですね、体系的にまとめました。YouTube だとですね、やっぱ毎回1個のテーマがあって、それについてだけお話しするんで、初めて見られた方とかは繋がってないからわかりづらいと思うんですが、こちらの本はですね、体系的にまとまっているので、そういった方にすごくおすすめです。また、これまで私の動画を全部見てきたよっていう方もですね、動画ではお話ししていないような過去のこととか副業のことについても話していますので、ぜひこちらの本を読んでいただければ嬉しいです。またこちらの本をご購入いただいた方向けの特別動画もご用意しましたので、ぜひ楽しみにしてください。さらにさらにですね、こちらの本の出版記念パーティーに皆さんご招待いたします。ちょっとおしゃれな格好をしてですね、みんなでパーティーを楽しんじゃいましょう。こちらは LINE アットの方からご案内をお送りしますので、登録してお待ちください。それでは早速本題いってみましょう。はい、というわけで2017年と2022年の家計簿がこちらになっております。一個一個細かく見ていきます。まず家賃ですね。家賃はですね、2017年は鉄筋コンクリートの 1K のお部屋に住んでいました。1階ですごくジメジメしてて、日が当たらなくて暗い部屋だったんですけど、新築だったので高くて10万5000円でした。東京だとワンルーム 1K の家賃がだいたい10万円ぐらいなので、まあ相場通りだったのかなと思いますね。まあ会社が都内で近くの場所ってなると、まあこれぐらいの値段のところになっていました。現在は6万2000円になっています。現在はですね、今住んでるこちらのお家が築30年以上の鉄骨のお家になっております。鉄筋コンクリートに比べたらですね、騒音の問題とか多少はあるとは思うんですけど、まあまあ木造とかに比べればマシなので、まあ暮らせてるかなって感じです。前住んでたところは新築だったんですけど、ここは築30年以上なので、かなり古い作りにはなっています。ですが、こう自分で今床が白いのはクッションフロアを引いてて、ここのクローゼットのところに模様があるのは自分で貼って剥がせるシートをつけていて、このようになっています。まあ、自分でですね、このようにできる範囲で賃貸でも DIY をして快適な空間にしています。お部屋の全体像がこのようになっていて、これと別にキッチンとか水回りがあるって形になっています。6畳なんですけど、割と広くね、使えてるかなとは思うんですよね。というのも私ミニマリストなので、まあ、物が少ないと、あと置いてある家具も小さめなものにしているからっていう風になっています。そちらはですね、以前ルームツアーの動画上げておりますので、よければですね、見ていただければと思います。家の中のものもなるべくふるさとの大勢でタダにしてるっていう面白い動画になっています。続いて水道光熱費ですね。水道代はですね、家計簿つけ始めた2016年から変わらず毎月2000円ぐらいになっていますね。電気代はですね、こちらもあまり変わらず4000円ぐらいっていう形になっています。まあ7月ってとこでエアコン使ってるので、エアコンがない時は2000円切るぐらいなんですけど、プラス2000円ぐらいかかっています。ウクライナ問題でその電気代高くなるって話だったんですけど、多少上がってるかもしれないですが、なんか1000円変わるほどの影響は私の住んでる場所では出ていません。電気はですね、今楽天電気を使っています。楽天電気別にそんな安いわけではないんですけど、楽天ポイントが使えるっていうので以前から契約してました。まあ新規の受付は停止してるんですけど、過去契約されてた方は続けている方多いと思います。楽天の期間限定ポイントも使えるっていうので人気です。続いてガスはですね、以前2648円でしたが、まあ今月だいたい2000円という形で、ここもそんなに変わってないですね。ガスに関しても楽天ガスを使ってます。これ申し込み期間すごい短かったんですけど、一部の方だけ使えてるかなと。でこちらもですね、支払いにポイントが使えるってところで
メリットがあるので続けています。まあ、ただ電気とガスはもう少し安いところもありますし、家族で住むんだったら金額が高い分契約してる会社によってかなりお金変わってきますので、その辺はですね自分たちで検索してみるといいかと思います。電気とガスセットでネチェンジっていうサイトで検索すると安いところが表示されます。ただですねキャンペーンで一時的にバックがあるので安くて、月割りするとキャンペーン抜くと高くなってしまうという場合もありますので、そこは検索の際に気をつけてください。で自宅の通信費ですね、 Wi-Fi 代が7880円だったのが今5610円になっています。以前はですねそのマンションで契約可能なケーブルテレビのネット回線を使ってたんですが、すごく遅くてですねそれでも7000円以上かかってましたね。多分ですね他の回線にもできたんですけど、そういう営業文句、このマンションにはこのケーブルテレビみたいなのがあって、それを真に受けちゃって契約してたんだと思います。今思うとすごくもったいないですね。めちゃめちゃ回線遅かったので、あとケーブルテレビ見たことは一回もないです。現在は楽天光を使っています。楽天モバイル契約されてる方は楽天光が1年間無料なので、こちらがいいかなと思います。私1年間の無料期間終わったんですけど、まあ、そのまま継続しています。まあ、光回線はそんなに値段どこも変わらないので、まあいいかなと思ってますね。で速度はかなり速くて 500Mbps ぐらい Wi-Fi で出ているので非常に満足しています。会社の回線より速いんで自宅での作業がはかどりますね。続いて携帯の通信費用ですが、以前は1817円 UQ モバイルでしたが、今は楽天モバイルで2181円という形で、ここそんなに変わらずになっていますね。まあ、楽天モバイルはですねさっきの楽天光とセットで非常にお得なのでいいかなと思っています。ここもですねそんなに外でスマホ使わないよって方は日本通信の方が安いのでいいかなと思いますね。私の場合はですねこれ YouTube 確認したりとか結構多いので、外で使うことも多いため楽天にしています。またですね私が住んでる都内のエリアですと楽天が使える場所多いですね。以前は県外だったお店も最近どんどん使えるようになっていますので、楽天が繋がんなくて困るっていうことは起こっていません。ただ地方だと繋がりにくいところも多いと思いますので、そういった方は日本通信のSIMにするのがいいのかなとは思います。あとはポポが基本料が無料なので、ポポにしてもいいかなとは思います。まあバランスがいいのは日本通信の方かなと思いますね。続いて食費のところを見ていくと、2017年が 66,116 円になってますね。これかなり高いですよね。今住んでるとこの家賃より高いです。これはですね昼も夜も外食していたっていうのが履歴で残っていて、すごく高くなっていました。一方現在はですね 37,964 円となっております。これはですねバーベキューなどの外食が4回程度あったという履歴になっています。この家計簿の付け方としては、普段の自分の食費と外で食べる人と食べる時の交際費で発生する食費ってのは一緒にしています。食事でかかるお金っていう風にしています。別に映画見たりボーリング行ったりとかは私ないので、交際費がほぼ食費なのでそうしています。で今工夫してる点としては、一人で食事をするときはですね一人鍋を食べています。まあ鍋だと一食300円ぐらいになりますね。夏暑いのに鍋食べるんですかって言われるかもしれませんが、まあそんなに気にならないですね。あったかいものの方が好きなので鍋を食べています。それで一人の時は一食300円ぐらいにして安く済ませてですね、人とご飯に行くときっていうのは楽しむようにしています。まあ、なので交際費も込みで 37,000 円ぐらいっていうのはそこそこ安いんじゃないかなと思いますね。続いて美容院代が以前は2万円かかってたんですが、これは宿毛矯正ですね。私すごく髪の毛が宿毛でですね大変なことになってるんですけど、半年に1回程度宿毛矯正をしています。今年はですねたまたま宿毛矯正の月じゃなかったので計上してません。交通費はですね以前63,000円かかってて、今回は48,622円かかっています。これ以前6万円かかっているのはですね定期代ですね、定期を買い替えたのでかかっています。今年の分はですね7月は京都の合宿と東京の合宿に行ってきました。何の合宿かっていうと、これはですねリベラルアーツ大学っていう YouTube チャンネルのリベシティっていうオンラインサロンに私入ってます。でそこで知り合ったお友達とですね合宿っていう形で京都とか東京とかでですねホテルとかエアビーとかを借りて、そこで勉強会を開いたり、そこで黙々作業をしたりっていうのに参加してきました。京都ですねすごく暑くてなんでこの時期京都なんだよと思いつつね、みんなで行って楽しかったですね。朝方平安神宮まで散歩に行ったりもしました。ほとんどですね暑かったのでエアビーで借りた日本家屋の中で過ごしていましたね。10人ぐらいで行きましたかね。みんなですごくですねたくさん勉強して楽しかったです。あと東京の方はですねおしゃれなホテルに泊まりました。ここはなんか高級ドミトリーみたいになってて、部屋とかないんですけどベッドだけあるようなドミトリータイプになっています。ここでもう24時間缶詰になってですねひたすら作業するっていうのをやってました。食事と寝ると
ったり、ね、何人から泊まってるんですけど集中してずっと作業するっていう風にしてました。でここで私はですね本の執筆作業とかをやっていました。めちゃめちゃ集中してやったらもう腱鞘になっちゃって、その後1ヶ月ぐらい腕が痛いという状態ではあります。こんな感じで休日は仲間と集まってですね黙々作業したりとか、一人でも黙々作業したりしてることが多いです。続いて運動は、今年6万円分かかっているのはこれヨガですね。今週に3回ヨガに行っています。結構ハードなヨガに行ってるのでかなり筋肉もねついてきました。やってるのはハタヨガとアシタンガヨガっていう2種類のヨガをやっています。どっちも先生は同じですね。結構いろいろ難しいポーズとかもできるようになってきました。3点倒立とかもできるようになってますね。体幹がかなり鍛えられてきました。やっぱ運動してるとストレス発散にもなりますし、やっぱもう30代後半になってきて健康意識がね高まっていますので、これ続けられているので私は長生きしたいなと思っています。続いてですね医療費が7440円かかっています。これは眼科と今歯科矯正やってるので歯科矯正の費用ですね。そのメンテナンスの費用になっています。今まだ上しかついてないんですけど、次回からもう下もつけるよっていうふうに言われています。本格的に歯科矯正が始まりますね。続いて犬のトリミング代が、以前は9720円、今回は4500円かかっています。これですね安いところに変えました。犬のトリミングって1万円ぐらいするところが標準なんですよね。でも探すとですね5000円ぐらいでできる安いところもあるので、ぜひペット飼ってる方は見てほしいんですが、今そういうところに変えて4500円という形で済むようになりました。1ヶ月半に1回くらいのペースで行ってるので、もう私よりもお金がかかってますね。続いては犬の保険が、以前は3700円かかってて、今は入っていないのでかかっていません。犬の保険はちっちゃいうちはね結構誤飲とかが多くて、私も救急の病院に連れてたこととか何回もあるんですけど、まあ、大人になってくるとそんなに病気することもないですし、老後はですね、まあ、介護はあるんですけど、その分のお金っていうのは貯めとけばいいのでやめてしまいました。子供のうちはね安いから割に合ってた気はするんですけど、年取ってくるとどんどん高くなってきますからね。これ以前3700円ってなってますけど、多分今だともう5、6000円しちゃうんじゃないかなと思うのでやめました。犬によってね病気しやすいとかしにくいとかあると思うんですが、一般的に考えると結構犬の保険って割高なので、もう2歳過ぎたらいらないかなとは私は思います。続いてサブスクがですね、以前は入ってなかったんですけど、今5100円ほどかかっています。これ YouTube プレミアムですね。まずこれが入ってると広告が表示されないのと、バックグラウンド再生がされます。もう一つはリベシティですね。さっき言ったリベラルアーツ大学の動画のオンラインサロンですね。続いては Amazon Audible ですね。いつもおすすめしてますけど、耳読で本が聞けるっていうサービスになっています。あとはリーアニメですね。アニメ好きでよく見てるんですけども、ずっとアニメばっかり7月は見てましたので、ちょっと減らしていかないとなとは思っています。最近は暁のヨナとか西雲国物語とか、結構古いんですけど女性向けのアニメをたくさん見ていました。私こういう中国の歴史系のお姫様の話みたいなのがすごい好きですね。昔で言うところの不思議遊戯みたいなとか、髪の長い男性とかかっこいいなっていうふうに思いますので、まあ、そういうアニメをずっと見てましたね。続いてその他かかった費用ですね。日用品が、以前は11,658円かかっていました。これ履歴見るとですね、ゲームの課金とかが入っていましたね。で7月は7549円って形になってました。これ買ったものの中でピックアップすると、トリリオンゲームっていう本が、漫画が面白いよって言われて見ました。売られてる分は全部ですね買ってみたんですけど、結構面白かったなっていう反面、ちょっと現実にはありえないだろうと思って、途中で続きはいいかなと思ってやめちゃった部分もありますね。私は普段ゲーム会社勤めてるんですけど、そういったなんかゲームを作るみたいな話とかもあって面白かったですね。続いては洋服代が、以前2万600円もかかっていましたね。当時買った服はもう1着もね残ってはいないんですけど、洋服が好きだったのでよく買っていました。今はですね洋服新しく買うってこと全然ないのでゼロですね。なんか最近洋服買ったのいつだろうっていうぐらい結構買ってないですね。これを合計していきますと、以前2017年は31万8000円で、今年は19万4966円という形になりました。で、差額が12万3259円ですね。以前結構使いすぎですよね。絶対手取り30万とかないんですけど、それ以上に使ってるから、まあ、ボーナスなかったら生きていけなかったなと思います。今はですね、19万ってので、いつもよりはかなり使ってるかなと思います。で、これがまあ旅行分ですよね。旅行で新幹線代と泊まってるホテル代とか食費とか含めて、48,622円、旅行系の代金はここに入っています。その、まあ、旅行代金引くと146,344円という形になりますね。本当にね切り詰めていくお金が必要なんだったら、そういうのも全部なしにしてこの14万ぐらいにするっていうのもありかなと思います。ただずっとそれだとねストレスも溜まっちゃいますし、節約するだけじゃなくて副業もこういう風にやっていってですね、その仲間との交流とかで刺激を受けたりストレス解消する部分もありますので、たまにはですねこういうのにも参加しています。
はい、というわけで全体の考察ですね。7月はですね、今年は副業合宿で集中してですね頑張れたので、お金かかってしまいましたが、いい思い出になったかなと思います。今年一集中できたなっていう感想はありますね。あとはですね、この犬のトリミングとかも安いところに変えると、結果そんなにね前下手私はそこまで感じないので、むしろ今の安い人の方が上手だなと思いますので、うまく安いところ見つけるの大事だなという思います。最近漫画とかアニメとか結構見たんですけど、やっぱ原作がこう完結してるものじゃないとですね、安心して見れないっていうか、途中間延びの期間とかめちゃめちゃ長いじゃないですか。なんでなんか最近そういうのにちょっと飽きてきたなみたいなのはあります。トリリオンゲーム面白かったんですけども、途中からなんか間延びしてきたし、完結してないから待ってられないしみたいには感じました。 D アニメでいろいろ見たのも、原作が完結してないからアニメの最後のところの方まで見ても、それでその先どうなるんやみたいな感じだったので、結構その辺をこうウィキとかで調べてですね、最後こうなりましたみたいな見たり、見たところで別に完結してないからわからんみたいなのが多くて、なんだかモヤモヤするなみたいになりましたね。まあ私としては完結してるものを一気に見る方が好きだなっていうのが分かりました。なんでまあちょっと今後はですね、そういった時間も減らしていって、また集中して副業とか仕事とか頑張っていきたいなと思います。この家計簿はですね、私支出管理っていうアプリでつけてるんですけど、これ2016年当時あんまりですね家計簿アプリなかったので、この個人の人が作った120円のアプリを使っています。まあ、有料なんですけど広告とか一切なくて使いやすいので、ずっと気に入って使っています。過去の履歴も見れますしね。まあ、マネーフォワード使ってる方も多いので、マネーフォワードでもいいと思います。ただマネーフォワードだとこう1年以上前のやつとか見れないですよね、履歴が。あとですね、その自分の株価とかこう連携してるから、その資産状況の方が気になっちゃって、株の上がり下がりにとらわれちゃうじゃないですか。なので私はマネーフォワードほとんど見る機会はないんですけど、こちらの支出管理のアプリの方を使ってます。支出の方を入れるだけなので、その収入の変動とか株価の変動とかってね影響されないので、すごくシンプルで気に入ってます。このアプリの使い方に関しては、100万円貯める家計簿の付け方っていう別の動画で紹介していますので、ぜひですね他のアプリでもいいですし、家計簿アプリってどういう風に使うんだろうっていうのを見ていただければと思います。はい、というわけでですね、来月以降も家計簿公開していきますので、家計簿ちゃんとつけてるよとか、こういうところ節約できるようになったよって方は、ぜひコメント欄で教えてください。最後にお知らせです。私は普段積み立て NISA やイデコを活用したインデックス投資をお勧めしています。最近証券会社が増えて、自分にはどれが合ってるのかわからないというご相談をいただきます。あなたにぴったりの証券会社はこちらです。まず全米の VTI を購入したいなと思われてるんだったら、 SBI 証券がおすすめです。信託報酬最安値の SBI V シリーズが購入できるからです。続いて投資は初心者でスマホの操作に不安がある、普段楽天でふるさと納税を活用しています、そんな方には楽天証券がおすすめです。とにかく画面が簡単ですし、楽天市場のお買い物のポイントがアップするので、やっぱり楽天証券ですね。各証券会社の詳細と設定の仕方は概要欄に記載していますので、ぜひそちらから始めてください。また私は月に1回交流会を開いています。お茶会みたいな感じでですね、楽しくワイワイお話ししています。皆さん一人で来られる方が多くて、20代から60代の男性女性幅広くいらっしゃいます。投資やミニマリズムについて語れる仲間がいますので、ぜひいらしてもらえればと思います。こちらは毎月月の頭にですね、月初に募集となっております。今までコミュニティ欄で直接募集していたんですけど、そうするとですね、コミュニティ欄にこう貼り付いてなきゃいけないとか、あとコミュニティ欄が流れてしまうっていうのがありましたので、 LINE アットを作成しましたので、こちらの LINE アットを登録いただければですね、交流会の募集が来たら通知が飛ぶようになります。これで流れないようになりますので、ぜひこちらね概要欄にも載せておきますので、交流会参加したいよっていう方は LINE アットに登録いただいてお待ちいただければと思います。毎月ですね1週間以内ぐらいには満員になってしまいますので、通知が来たら早めに申し込んでいただければと思います。また私が作った動画の中で人気なのが、月5万円稼ぐ方法っていうモッピーやハピタスというポイントサイトを紹介した動画になっています。こちらですね、副業とか転職が大変だしめんどくさいなっていう方もですね、簡単に月5万円、そして総額100万円ぐらいを稼げてしまいますので、ぜひポイ活チャレンジしてみていただきたいと思います。こちらですね、紹介コードから始めると、モッピーだとプラス2000ポイント、ハピタスだとプラス1000ポイントもらえて、とってもお得ですので、概要欄の URL から始めてください。また私が普段ルームツアーしてる様子とかを見て、その商品どこで売ってるんですかって必ず聞かれるんですよね。そちらも概要欄の私の購入品っていうところから、私の楽天ルームが見れますので、普段購入しているものはそちらでチェックできます。そして私が今年一押しのサービスはオーディブルです。私は今まで本が全然読めなくてコンプレックスだったんですけど、今年からこのオーディブルっていう耳読できるサービスが紙サービスになってですね、こちらで月10冊本が耳読できるようになったんですよ。このサービスはですね、最初の30日は無料で
本が聞き放題、さらに2ヶ月目以降もですね月1500円で利用できるんですね。これで読書が苦手な人でも月10冊ぐらいは聞けちゃいますので、1個の本150円ぐらいで耳読で簡単に聞けちゃうっていうめちゃめちゃお得なサービスです。なのでもっとお手軽に勉強していきたいよっていう方はですね、こちらのオーディブルをぜひ始めてみてください。こちらも概要欄に URL を載せておきますので、ぜひそちらから始めてください。また私はブログや Twitter もやっておりますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。本日の動画は以上です。皆さんありがとうございました。